どこでも、どこでもいいです。ああ。お好きなところに。まあ、動画なんで、一応動画を撮ろうと思って。ああ、もうどこでも。やっぱ、スシローですかね。スシロー、OK。やっぱ、回転寿司は再生数が、ああ、いいですか。の、いいっていう噂が。スシロー。なんか、言っちゃいけないこととか。いや、別にな、普通に喋る。昔みたいに喋りましょう。大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。すいませんね、はい、落としちゃって。はい、9時に飯とか終わってんなっていう感じだと思うんですけど。ああ、そうなんですか。終わってる感よくないですか。普通の人はもうちょっと早い。もうちょっと早いですか。ああ、そうなんですか。全然打つとかにならないですか。もうなんない。もうなってるかもしれない。ああ、もうなってる。もうすでになってて、なんかもう打つだと気づいてる。ああ、ありますね。僕はうつうつでしたよ、はい、1ヶ月ぐらい。マジっすか。はい、意外っすね。うつだ。うつっていうか、なんかさんを利用するぐらいしか。ああ、いやいや、どうぞどうぞご利用ください。なさって、ご飯行くのもう2年ぶりぐらいっすね。それくらいっすか。やばいっすね。やっぱ僕たちの関係ってその程度の、動画っていう体でいかないと関われない。なんかそのすごい悲しいあれじゃないですか。悲しすぎる。あ、でもそうっすね。なんかあれじゃん、女性と関わるにはお金を使うしかない。そういう YouTuber オタク的なあれじゃない。なるほど。あれじゃないですか、僕は金を。まあでも確かに。じゃあ豚じゃん俺。結構あれですね、サイコパスっぽいところあります。なんで僕がサイコパスだって。ない。え、人とこれどれぐらい関わりますか。人とその人とどれくらい関わるっていうのはちょっといまいち分かんないんですけど。え、じゃあ1週間で何人ぐらいの人と喋ります。あ、もしかして2人くらいかもしれない。あ、まあでも普通っすよ。普通っすよ。よかった。これでね、ちょっと、あ、終わってますねって言われたらもう2人とかちょっと人間として終わってんじゃないですか。普通、普通の人からしたら終わってるかもしれないですけど。終わってる判定いただきました。でも僕からしたら普通。ああ、よかったよかった。茶でも取ってきますわ。やっぱマグロはコスパランキングは高いらしいです。あとハマチも、全部ハマチでもいい説はある。あ、ハマチってないん？なくてマグロですね。よ、4。100円だったよね。ああ、値上げしたみたいですね。どこ？あそこの値上げかよ。そこからフランス革命が起こっていくみたいな。楽しい楽しいフランス革命。最後ナポレオンで終わりっていうね。なんかナポレオンが行った後、またナポレオン三世が出てくるんで。わさびいます。大丈夫です。あ、美味しいっすね。そうっすね。なんかやけに美味しい、旬みたいな。僕分かんないけど、うまいっていうのは、うん、旬から見て、僕はどういうやつに見えますか。え、なんか普通にすごい人だとは思うけど、すごい人。やっぱところどころ抜けてるな。あ、抜けてる気がする。
たまに、うん、その机の上に使ってた箸とか置いてて、あ抜けてるとしてはなんかあんま机になんか箸置きたくねえなって思うんだけど、抜けてるっていうよりなんか野生、野生っていうかなんか社会生活のあれがないのかもしれないですね。普通に喋れてるんで、そこはあるんじゃないですか。あ、まあ、喋りはなんか追いついてきましたけど、その行動的なあれはないっすね。最近どういう仕事してるんですか。最近クソみたいな仕事してるんで、やってるだけ。あクソだなーって。で、なんか新しくやろうかなーってポチポチいろいろ探して。前、あれなんですか、 Facebook やってたじゃないですか。はいはい。あれってなんかどれくらい金取られるんですか。いや、そう、トラッキングの精度が落ちたんで、ちょっと難易度は上がったって言われたんですけど、まあ、ポテトとか、みんなだキッズとか好きなの。子供時代に。マグロ4皿。4皿いきましょう。こちらマグロしか買ってない。塩化中。塩化中大事。仕事の話ばっかりしてると使えないっていう。あ、じゃあもうちょっとプライベートの話で、ね。あ、そうですね。アニメとかゲームの話でいきます。ブルーアーカイブとか やってます、ね。ブルーアーカイブはね、あれヤンクミのあれしか知らない。僕もそうです。お前ら笑うな。え、でも BGM とかもなんか結構いいっすよね。あ、そうなの。ドゥ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 って。へえ。そこは知らなかった。帝京平成大学かけるブルーアーカイブ。結構それは知らなかった。多分あれ聞いたらこれがブルーアーカイブだったんだってなると思う。リンクしてます。チーカワ見てる。あれのアニメあるんですか。やってるらしいよね。今どれくらいですか。だと思います。これだか非常によろしくない。僕みたいなつまんない持ってきちゃった。爆発ヒットしたの2本もあるんで。いや、あれはあれじゃないですか。じゃあこれ出したらちょっとあいつ終わったなってある感じになりますかね。ちょっと僕はクソつまんない動画出すなよっていうのは。あ、まあ確かに昔の方が。ちょっとやっぱりあれじゃないですか。もう4皿なのかと思います。じゃあ行きますか。もう4皿。やっぱりヤンクミ知ってるのって20代後半ぐらいの、そういう結構大人な人がああいうのでふざけてるのがいいな。終わりだね、この国。でも意外とどっかが攻めてきたりしたら団結しそうな気もしなくないですよ、現行みたいな。じゃあ、あれかね、ロシアが攻めてきたら、ね、そうな、意外となる可能性。でもなんか、クリミアはなんか元、結構なんか、取ったり取られたりみたいな歴史が結構、なんか元々は、もともとオスマン帝国だったみたいな。で、その前はモンゴルとかね。ああ、確かにクリル韓国だったんですか。だからみんなあそこ大好きなんだよね。大好きなんでしょうね、そこは。オフィス消えるみたいな、なんか進捗、その後のなんか聞いたりして、そこはなんかあれですね、なんか今、現状回復業者を呼んで、あ、次を探すとかの動きはない感じ、ない感じです、ね、あ、どうするんですか、もう離散するんじゃないですか、この、神の離散、私たちの会社、ディアポラス、ディアスプラ、東京行くんですか。まあ、もしかしたら、その、不労者になるかもしれないです。で、場がなくなったら、この今のメンバーの関係性は、完全に消滅する。消滅しますね。寂しいな。結局、顔を合わせてるだけの、心は通ってないって関係なんで。何その、メンヘラっぽい。30代で何億持ってるのはもう勝ちです。そうっすね。まあ、もう行くんじゃないですか。いや、今は全然そんなんじゃないですよ、余裕で。だけどコスタさんなんかもう普通に30代。いや、全然っすよ、全然行かないっす。だって50万人前はなんかめっちゃ、いやいや、全然投稿してないんで1億は行かないっすね。全然、そんなになんすよ。
普通になんか就活頑張って、うん、そのアマゾン外資行った人と同じぐらいかなみたいな。なかなかあれなんですね。